お疲れちゃんですロットです。今日ですねサムネやタイトルにある通りなんとね私世界一位になりました。拍手。マジでね初ですね、初世界一位というものを、手に入れたタイトル、はい、獲得したんですけど、チーム戦ではありますね、はい、個人ではなくてチーム戦ではあるものの初世界一位をね取りました。で今日はねその話であったり、その際に使ったねデッキとかいろいろな話していけたらなと思うんですけど、チャスマックカップっていうね、このクランでわかると思うんですけどがあったんですよ。で履歴多分見たら本当こんな感じなんですけど、もう 2v2、KO1、1v1 っていうルールですね。なんで昔のクララリーグ知ってる方はそれとルール一緒なんですけど、なんか今回はね招待制だった、だからチームリーダー決められて、そのチームリーダーが好きな選手誘っていいよみたいな感じで3から4人チームだったんですよ。でも主には本当ね、マルチトップの世界の化け物しかいないって感じですね。そして僕はですね、イアンっていうなんか海外のホグ使いがいるんですよ。もうクエイコグ世界で一番上手い。で、その選手経由で、今回ね、そのチームに入れさせてもらったんですけど、なんかその選手が多分、キタシちゃんと仲いいのかな。で、2v2 があるから、なんか多分、キタシちゃんラットでとか、なんか日本人に誘ってみたいな感じで、多分、キタシちゃん経由もありながらの、そう、チーム入れてもらったんですよ。なんで、僕のチームは、僕、キタシちゃん、イアン、あと、マグマっていうね、海外の選手なんですよ。さあ、こちらですね。多分、ツイッターとか知ってる方ならわかるかもしれないんですけど、こんな感じでね、そう、チャンピオン。いやー、ファースト、かっこいいですね。ナンバーワンって感じですね。で、なんか合計16チームいたのかな？はい。こんな感じで、チームや上から2個目ですね。で、日本の選手とかもね、そう結構出てて、しかも初戦がなんとね、僕、チーム麦とかだったんですよ。で、チーム麦で、いや、麦ケケジャック君みたいな感じで、初戦もう負けやみたいな。いや、無理じゃんと思ってたんですけど、なぜかね、奇跡的に、はい、勝ち進んで優勝まで行きましたと。というわけで、2v2 もね、勝率バカ良かったんですよね。久々の 2v2 で、正直、キタシちゃんも初めてやったんですよ。初めて 2v2 やって、6試合やって、2v2 で5勝しましたね。そう、戦績がね、5勝1敗だったの、すごくない ?2v2 5-1 よ、初めて組んで。そう、っていうのもあり、めちゃくちゃね、貢献できたチームに。そして KO1 はね、僕、勝ったり負けたりで、多分合計6試合やって、多分3勝3敗とかだったのかな。そう。で、ここにはない履歴のね、試合とかもちょっとあるんですけど、そう3勝3敗で、あと最後のね、最後のこの試合を勝った方が勝ちっていうね、ところの 2v2 を取ったんですよ。これですね、そう 2v2 1本取られてからの、さあ取り返して、2v2 取って。で、その後 KO1 で、大将戦だったんですよ。で、なぜか僕が大将に置かれたんですよね。そう。その順番とかはね、もういいやんっていうね、海外の人に任してたんですけど、なぜか置かれて、しかも回ってきたんですよ。しかも相手の大将とね、大将との試合ですよ。で、それがね、このモハメド・ライトですね。皆さん知ってると思うんですけど、この方はね、とりあえず今、世界で一番クララ上手いやつはってなったら、モハメド・ライトです。はい、このプレイヤーですね。で、しかも、世界大会僕出る、ですけど、今年のクララリーグの、12月3、4、5にあるんですけど、その初戦の相手が僕このね、モハメド・ライトなんですよ。っていう、世界大会の前哨戦的なね、はい、マッチングになっちゃったわけなんですよね。で、そこで、奇跡的に勝っちゃったんですよ。これがまた。で、チームイアン優勝と。僕負けても、その後のね、最後ラストセットの 1v1 で、リーダーのね、イアン選手が、勝ってくれたら優勝、負けたら準優勝って形だったんですけど、でも、本当ラスト、勝ったら優勝を決めれて、2v2 でもすごい貢献できて、しかも対戦相手がモハメド・ライトっていうのもあり、あれ最近なんかね、すごい来てますね。そう、めっちゃ来てんの、俺なんか。チャンピオン出てから、意外とね、全然勝てるようになってきちゃったよね。そう、チャンピオンが刺さってます。はい。というわけで、ラストね、この優勝を決めた新鋭大老福のゴルナイデッキをね、軽く今日は紹介していきたいと思うんですけど、今のね、僕の老福とかも、相手が攻め雪玉を使ってて、コストないでしょっていうね、老福でね、いい老福なんですけど、相手がね、ポイズンだったらもう多分ほぼ折れるぐらいで完璧でした。ファイブだったんでね、こんな感じで抑えられてしまうんですけど。もうこのデッキはね、五分折り置いて、低めザッピー出して、8枚深淵隊。これをすればね、ある程度勝てます。はい。これを徹底してもらえればいいです。なんで、使うのはね、非常に簡単なので、ちょっと皆さんもぜひ使ってほしいんですけど。
まあちょっとね、今日のというか、これ朝にあったんですよね。なんか深夜1時から朝10時ぐらいにあって、マジバカ眠かったんですよ。しかもその前日がスーパーセルトライアスロンっていうね、イベントもあって、そうすごい眠かったんですけど、眠いぐらいがちょうどいいのかな。そうバカ刺さりましたね。しかもゴルナイがね、暴れて勝てたっていう、まあ、試合ではあるんですけど、さあ、まあでもあれっすね、なんか久々にチーム戦っていうものをしたんですよ。まあここ1年ね、個人戦だったので、そう久々にチーム戦やるとやっぱ楽しいね。 2v2 久々にしたし、まあ勝てたし楽しかったし、なんかね、チーム戦来年帰ってきたらいいなとはね、ちょっと思いますけどね。どうなんだろうっていう、まあ、とこもありながら、いやなんかね、普通に勝てると思わなかったね。でもだからさっきも言ったけど、初戦がチーム麦だった。多分16チームいたのかな、今回の大会で。ダブルイルミネーションルールなんで、負けてもルーザーズがあると、でそっから勝ち上がれるという感じで、まさかの初戦もね、だから僕ら 2v2 負けたんですよ。5勝1敗だった唯一の負けが、チーム麦に負けて、で KOH その時僕なんか大将だったんですよね。で大将戦になって麦とだったんですけど、なんとね、それも勝ったんですよ。さあシーバファイボー美味しいですね、ゴールない美味しい。そうで、だから今回なんかね、大将戦、まあ、負けたらルーザーズ行く試合のところと、勝った優勝を決める、そこの大将戦で麦倒して、モハメドライト倒して、でもう一回なんかケウチ多分どっか勝ったとかだったんですけど、なんかね、そうすげえ本当に世界の強敵相手にね、まあチャンピオンのおかげは間違いなくあるんだよね。そう、なんかチャンピオンってこうすごいじゃん、なんか刺さればバカ強いじゃん。スケキンもアチャクインもゴルナイも、なんでまあその刺さればバカ強いよね。なんか美味しくいただけてるのはあるんですけど、まあでも本当に世界トップを倒しながらね、まあ、優勝できて今ノリに乗ってるなんてね、まあクララリーグ世界大会も頑張りたいなと、いうわけで、このゴルナイロイフね、マジで強いのよね。で 2v2 もね、なんかちょっといろんなデッキね、そうやりながら、いや楽しかったな、本当に楽しかった。今回の大会はね、僕のこの世界大会のなんかこう自信にもなりますし、なんかクララはめっちゃ楽しいなっていうかな、 2v2 久々にやったなっていうのもあってね、そうなんかめっちゃ良かったな。もうめっちゃ良かったしか言えないんですけど、まあ朝早いとか夜遅いはねちょっと辛かったんですけど、まあなんかね、こういう大会またあったらね、出たいなと思いますしね、なんか招待してもらえたらもう本当感謝だなと思います。でも普通にね、世界一位ってやばいよね、よく考えてやばいよね。まあ、チーム戦だし、だからめちゃくちゃ表でこうやられてる大会ではないけど、本当もうマルチトップみんないるしみたいな、世界のトップしかいない大会で世界一位なので、いやこれはさすがにねすごいよね。まあ味方の人がめちゃくちゃ強かったっていうのもあるんですけど、まあ4人チームって言って、僕、キタッシャン、イアン、マグマなんですけど、まあ、ちなみに試合出たのは僕とキタッシャンとイアンだけなんですよね。そう、なんかマグマっていう人はしっかり温めてくれてたんですよね。そうベンチ温めてはくれていたんですけど、まあ、1回も試合には出なかったよね、ちなみに。なんで、全試合 2v2 僕とキタッシャンやって、KO1 が僕とキタッシャンとイアンが毎回やって、3セット目の 1v を毎回全部イアンがやってくれてたんですよ。だから3セット目の、1V はね、イアンがめっちゃ勝ってくれたし、2V2 は僕とキタッシャン勝ったし、で、KO1 はまあみんな勝ったしみたいなね、キタッシャンさんとでしたしみたいな感じで、ほんでね、まあマグマはベンチ温めてたけど、まあみんなでね、ほんで勝って優勝して、いやなんか、ね、いいね、気分いいよね、なんか、世界一っていう、なんかあんまこう実感とかもないですけど、しかもなんかね、表でこう、みんなが知られるような大会ではなかったんですけど、間違いなく本当の世界一を取ったので、ちょっと嬉しいよね。というわけで、このね、最強の、マジでデッキパワーがちげえっすね。やっぱクラロワとか、まあ、なんかゲーム関係ってたまにすげえ強いの出るじゃん。で、まあ今回だったらね、チャンピオン、その単体でね、アチャクイ単品バカ強いじゃんがあったけど、これはもうデッキがね、強いんだよね。そう、デッキの完成度がバカ強いから、よいしょ。オリザッピー始まり死ねたい。オリザッピー始まり死ねたい。で、ロヨがね、正直ほんと飛ばさないぐらいの感覚でいいんですよね、結局。オリザッピー死ねたいで、あえて苦しいんですよ。苦しい。で、もうマジで息の根が止まりそうだな。いや、止めれるなと思ったら豚を飛ばすみたいなね。そう。なんかオリザッピー死ねたいだけでも、相手本当に苦しいんで、
もうね、辛いんでね。オリザッピ死んだら無限に繰り返すって感じかな。さあ、これちょっと防衛でね。あ、ごめんなさい。じゃあ、私頑張って。で、今回、最近ね、動画撮るたびにすごい引くんですけど、子役はです。これでも走れたら熱い気がするな。いやー、熱くなかったです。ごめんなさい。というわけで、なんかね、ここ先でもゴルナイが、また評価上がってますね。なんかゴルナイばっかみたいなところは、ちょっとだけあります。いや、やべえな、これ。もうだってね、すごいよね、これ。意味わかんない、お互い。いやー、入るけど、鬼の許容でいきます。鬼の許容の舞。いやー、ダクプリ親衛隊、オーブン。いや、なんかやばいよね。やばいとかしか言えないんですけど、結局これも、ザッピーとオリとハシマイ親衛隊ですね。いきます。よいしょ。行きたい。いや、頑張ってくれ。いや、頑張ってくれ。いや、ザッピー行かれるんじゃない君。これ世界一行けますからね。ゴルナイ走ります。で、ダッシュして、マザネクも処理するし、タワーもバカ殴ると。いや、これなんすよね、結局。なんかね、僕、ゴレゴルナイみたいなもん今日というか、大会の時に使われたんだけど、なんか、えぐかったんだよ、なんか本当に。小屋小屋で僕やってて、なんか小屋、タワー小屋で、相手ゴレなのに、俺のなんかね、タワー裏にゴルナイがいるみたいな。いいみたいな。走りすぎなんだよね。さあ、ゴルナイはなんかね、本当に、使い毒レベルで強い。スキルが強い。なんでまあ、下方するなら、スキルのその範囲、飛んでいく距離を短くするとか、まあ、いろいろ多分あると思うんだけど、よいしょ。なんかこういうのもとりあえず走れば、なんとかなるんだね。そう、なんとかなって、なんとかなるんですよ。いや、そう。これがね、やばいよね。いや、美味しいんだけど、俺は。俺的には美味しいんだけど、やばいんだよね、これ。される側で考えたらね、ありえないよね。で、これ多分、あいつちょっときつそうだから、豚も行っていいね。さあ、やなめ。で、いや、これちょっと稼いでほしいよね。左サイドは許容できると。まあでも、ゴルナイでやっぱ世界変えたね。ダメージすごい不利だったんだけど、ね、ゴール内で大ダメージ。で、これも端前ですね。なんかこれね、後ろにユニットがいるとき、俺の残ってるときはね、行った方がいいですね。で、さあ、で、プレッシャー与えます。で、走らせて、まあ、マズネック5打って、ディンディン。これ縦全部剥がすんですよ、しかも。いや、これやばくない？で、タワーまで行くと。いや、だからもうね、なんかこの、こんなん今想像できないじゃん。タワーまで刺すとかと想像できないけど、これで勝てるんですよ。だから、もうなんかね、誰にでも勝てちゃう可能性がある。ゴルナイ使えば。そう、格上キラーカードみたいなとこあるんだよね。だからね、ほんとゴルナイはマジで強いから、おすすめだね。なんか使ってるデッキの1枚はね、ゴルナイにするだけでね、みんな勝てると思うよ。まあ、それぐらいちょっと読めないっていうか、まあ、ランダム要素が強いカードではある。だから安定をするかっていうとね、むずいけど、まあ、なんか単体性能としては超強いし、なんかね、爆発するよねっていうのがあるので、いや、マジでね、やばいんだよね、これ。世界大会多分こんなデッキばっかなんですよね。てかゴルナイばっかだったの。そう、今回の大会も、本当にゴルナイ、たまにアチャクイゴルナイ、たまにスキキンゴルナイみたいな感じだったので、さあ、これはまあ、タル打つか、さすがに。打たずに、新エタ始まりもね、いけたらこれ熱いんだけど、いや、これやばくないこれ。いや、ね。まあ、キング起動したからいいんだけどね。でさ、これ残ってる時に始まり死んだら行けばいいんですよね。そう、これだけで強いから、で、ゴルナイいるともっと熱いんだけど。で、これ相手ね、プリントウッドとアウトロー出してコストないんで、これ始まりホバとかやっちゃっていいんですよね。そう、このホバだけでも相手絶対きついんでね。いやー、でもまあ、プリンがちょっと優秀すぎるかな。さあ、っていう感じで、ゴルナイ系です。こんなにゴルナイ流行るとはマジで多分誰も思ってなかったと思いますね。最初出た時から何も、強化もね、弱体化もされてないけど、想像以上に強い。さあ、だいたいゴルナイ警戒で高めにね、ユニット出さないといけないと。まあこれでも、檻とかね、施設置いておけばぶっちゃけ大丈夫なんでね。さあ、これでも、ダックピーの、オーブナイ間に合う。しかも、キングが起動してるので抑えられると。で、こういうのね、攻めます。あ、ゴボリマジでマッチョなんでね、ゴボリ生かすの本当に大事です。さあ、で、ゴボール側にギャングとか、アウトローか。いやー、でもこれね、全部やってくれて、豚も入りし、なんなら、さあ、マッチョ入らないと。というわけで、まあ、こっから本当に、ザッピーとハシマイ親衛隊やるだけかな。なんかね、親衛隊ってやっぱ、ケツからやりたいのもあるかもしれないんですけど、
なんかケツからやるとね、なんか相手に対応しやされやすいんですよね。だから基本的にユニット後ろから、まあ、施設ユニット端前支援隊、ユニットからの端前支援隊がね、マジ強なんでね。さあこれ走るの嫌なんで、こうやるんですけど、多分ね、ああ、バカ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 。いや、マジやばいよね。使うけど、使われたらやばいんだよね。ついていけないんだよね。あ、これでもスキル使えば、もう全ハゲします。っていうのもありながら、さあ後ろからね、行こう。ワンチャン6打ってくるかもしれないけど、6打ってくれたら美味しいと思っていいね。ぶっちゃけ。でさ、降りる対応、まあ、走ってやってもいいけど、さあセパしながらね。あとゴルナイこれ走らせたらね、やっぱ事故を狙えるんだよね、これで。タワー稼げるからね。いや、これがね強い。でまあ、またちょっとこれやばい。端前で止めるか。端前で止めよう。端前で、いや、これはハゲそうだな。やばい、危ない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 。オーケーオーケーオーケー。いや、ギリ耐えるね。ファイブでノックバックしたら熱いよね。さあ、まあそんなわけで、いや、マジゴルナイ怖いな。なんか俺のなんかね、ゴルナイのおかげで勝てることもあるんだけど、ゴルナイのせいで負けることもまああるよねっていう感じだね。さあ、これ後ろに下げた方がいいな。いや、これちょっと入っちゃったか。いや、入ってもそんなの知らんという感じで行こう。レッツゴー。で走らせます。走らせると意外とこれコスト間に合わなかったりするんだね。よいしょーよいしょーよいしょー。やばい、やりすぎ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 、マジで。バレルで俺負けちゃう、バレルで負けちゃう。端前支援隊行きたい、端前支援隊行きたい、端前支援隊行こう。残ってるんでね。いや、これロケで終わる？待って、ロケのダメージ俺わからん。いや、耐えるんじゃない？いけるんじゃない？あ、これ見て、ゴルナイのおかげで勝てそう。ロケ打ったかもしかして。いや、ゴルナイ来た。ディン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 。いや、もうこういうことですね。はい、というわけで、まあ、ゴルナイを使いこなすことができれば、まあこいつ意味わかんないんだけど、使いこなせれば本当にね、世界変わると思います。はい、トロも上がるでしょうし、フレバトとかでもね、勝てるかもしれないし、まあ負けることもあるんで、まあゴルナイにね、もう慣れておくのはすごい大事かなと思います。はい、というわけで今日はね、ちょっとゴルナイ神器、まあそして大会ね、世界一になりましたという、まあ、動画だったんですけど、このデッキマジで強いね、使ってみてください。そしてね、まあこの 2v2 であったりだとか、他のね、試合とかも多分見たい人いると思うので、一応概要欄にね、アーカイブ貼っておきますので、ぜひね、そちらから見てみてください。マジで僕とキタシちゃんの 2v2、 いや、それで初めてなんかっていうぐらいマジでうまいです。はい、レベチですね。そうなんで、6戦5勝1敗だった最強ペアだったんでね。はい、まあ、ぜひ、そちらもね、見てみてください。よければチャンネル登録、高評価もね、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。